なきゃヤープか戦国大将でも連れてきやがれ。おーい、おっさん。ん？牢に入れられてたさっきの小僧じゃねえか。俺に何の用だ。別に牢に入れら…わけがわかんねえな。それより黒い箱を知らねえか。黒い箱？そんなもん知らねえよ。知らねえのかよ。なあ、おっさん知らねえって。本人が知らなくても白ひげがここにいるっていうことが手がかりになるかもしれないわ。そうなのか。おっさんはなんでここにいるんだ。うるせえ小僧だな。さっきも言ったろ、おめえに答える義理はねえ。そんなこと言わずに教えてくれよ。白ひげを捕らえろ。また来やがったか。うるせえなあいつら。俺がおっさんと話してんだろ。何する気だ小僧。ムカついたからぶっ飛ばす。おい、余計なことすんじゃねえ。やだ。うん、ルビー、頂上戦争の時どんなだったか知らねえけど、お前相手は白ひげだぞ。さっきからおっさんおっさんってそんな口聞いて怒らせたんじゃねえか。ふん、勝手にしやがれ。ただし俺の足だけは一般じゃねえぞ。当たり前だ、あんな奴らには負けねえよ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってた奴によく似てるな。まあいい、行くぞ。あなたりやるぞ。行けよルフィ。高みゲットホーク。これからだ。やらららら、守ってみろ。そんなヘマすると思うか。思わねえ、無事ならいいんだ。妙なこと聞きやがる。やっぱりこの世界も私たちの記憶と大きく違うわね。やっぱりあなたがここにいる理由は教えてもらえないのかしら。おめえらもしつけえな。
そこまで知りたきゃ教えてやる。バカな息子を連れ戻しに来ただけだ。部下が捕まっているということかしら。白ひげが自らわざわざ。ゲラララララ、俺の家族に手出したらどうなるか教えてやろうと思ってな。そう、やっぱり白ひげ怖え。それでこの先どうするんだ。何が脱出の黒宮府の手がかりになるかまだわからないわ。直接的には関係ない可能性もあるけど、このまま白ひげに協力しましょう。よし、おっさん手伝うよ。早いとこおっさんの仲間助けよう。止めてもおめえなら手出すだろうな。勝手にしやがれ。おう。任せろ。エニエスロビーの平和も秘密もこの俺が全て守る。おい、てめえどこかで会ったな。相変わらず心の声がダダ漏れじゃねえか。邪魔だ、どけ。おっさんの仲間はどこだ。この下だ。なんて答えると思うのか、海賊どもめ。ああ、下なのね。なぜそれを。だがこの下はお前たちには地獄。海軍大将殿が待ち構えているとは夢にも思うまい。海軍大将。どうしてそれを。
茶番じゃねえか。まあいい、バカ息子たちはこの下なんだな。白ひげはこうしておびき出す。今頃は。そうか、こっちの手の。もういいわ。だが少佐殿、伏兵が台無しです。こんなに隠れてたのね。いいさ、その道全部ぶっ飛ばすつもりだしな。こっちも片付いた。こっちも全員。おう、下に行こう。準備 OK だ。やっと俺の出番か。Good.
だってよ、俺のメンツを船に戻っ、すまねえ。あ、こんなと罪人を勝手にやっと大将が広木に、まさかあんたが出てくる、こっちもそういうつもりで来たんじゃなかったんだがね。そうかよ、そいつはでき、せっかくとおとなしく引き下がってくれ、こっちこそでき、でしょう、こんなことしちゃってやれるもんな、まさか。おい、ロミちゃん、確証はないの？よし、おっさん、何度も言う、そうする、やれや。神のマガタマ、強さの原因はこれ。でもこれは欠片でしかない。オンに切る。戻るぞ船に。はい。なお前。おお、急に、なんでお前。エースの弟だ。力になってやれ。エースさんの？わかりやした。お前、黒い箱を知らねえか。黒い箱？そうか。
ものすごく残念そう。噂とか聞いてないかしら。誰かが黒い箱、黒いキューブを手に入れてから異変があったとか。異変か。いや、すまねえ。やっぱり聞いたことねえ。そう。どうしよう。本当に知らないみたいだし。仕方ないわ。となるとウォーターセブンに向かうか。ん？ねえ、確かガレーラカンパニーの。どうしてこんなところに捕まってやがるんだ。あんたはフランキーか。あんたこそどうして。どうして。あんたが生きててアイスバーグさんが。アイスバーグがどうしたってんだ。知らねえとは言わせねえぞ。いや、本当に知らねえんだ。教えてくれ。とぼけやがって。アイスバーグ様、政府の奴らに拘束されてる。アイスのおっさんが。アイスバーグが、あいつが何した。知らねえよ。ある日突然政府の役人がやってきて。アイスバーグさんは世界政府への反逆を企ててたとか言いやがって。政府の役人が。それでおめえらどうしたんだ。信じられなくて政府の役人どもに詰め寄ったさ。セブンは今どうなってやがる。そうか。着いたな。確かここだったよな、メモリアキューブがあった場所は。やっぱりないわね。じゃあ黒いキューブを探しに行くか。だけどどこを探せばいいんでしょう。アラバスタでは異変の中心であるクロコダイルがキューブを持っていたわ。ここも同じであるなら、起こっている異変の中心に誰かがいて、そいつがキューブを持っている可能性が高い。ここで起きている異変といえば、アイスバーグが拘束されているってことだ。
政府の役人がアイスバーグの拘束を告げた。この島で政府が絡んでくるとなると CP9 ね。でも CP9 がキューブを手に入れてどうするのかしら。奴らの望みは古代兵器の設計図を手に入れることだ。ということは設計図を手に入れた。いや、それはありえない。ありえないことも起こる。ここは壊れた記憶の世界よ。急いだ方がいいわね。望みのものを手に入れて、彼らがここに留まっている理由はないわ。列車も船もねえ。誰がばあさんじゃ。ばあさんじゃった。落ち着けばあさん。誰がばあさんじゃ。あんたフランキーじゃねえかい。